乾きながら寝てきた。どこってか。このビッグボール。一生曲がれる気がしねえ。なんだこれ。おう。おっぱれてきたね。僕は出てきたけど反対車線なんだよね。それはダメだ。反対車線から曲がるとまた反対車線出ないといけないからね。あんなところ。集合住宅はあんな。骨醤油。オープンは。こっち側にも出てくれないかな、なんか。おざる。角川製麺。牛丼か。ガスから来た方が、こっちにもあるんですね。ビッグ丼。とわりそば。ウェルシア。とわりそば、ウェルシア。ウェルシア、とわりそば。語呂は仲いいな。両者には一切の関係がございません。まあ、言わんでもわかるよね。また近くにあったと。君、ホルモン。ココイチ。好きや。あ、くら寿司出てきた。くら寿司でいい気がしたな。両親に、くら寿司が、すごいさ、閉まってるか。どうかな。くら寿司は、おだーと混んでるね。めちゃくちゃ混んでるじゃん。ひにくぎーに。なかなか個性的な名前なのが多いねんかな。吉野家と、エバグリーン。行ってみっか。エバグリーン24時間営業なんだ。ドラッグストアだの。エクストリームドラッグストアって感じかな。結構わからんから、ちょっと行ってみさせてもらって。ちょっと中見ていこうと思いますよ。よいしょ。エヴァーグリーン。青春ですね。そんなことで買ってきたんですけど、ちょっとね、移動しました。お手洗い借りようと思ったら、お手洗いがもういっぱいあったもんで、買い物だけして、ちょっと近くの、コンビニまでに走ってきましたよ。その間にちょうどね、河内長野と境目だったらしいです。河内長野まで来たんですよね。で、今、トイレね、お借りして、ふとね、改めて筒でね、まあ、改革なりあったらどうかなと思ってね、いろいろと調べたんですけど、そういや、確かそんなバイスとかこの辺りってなかったよな、とか思いながらね、ふと地図見ててね、私大事なこと気がついたんですけど、なんで俺、富田林から河内長野っていう南の方に向かってるんでしょうね。北に向かわないといけないのに。ということでね、かなり、ギリギリでした。実はこの、ちょうど、ファミマの、そこの、交差点。
人を映っちゃってるから、目の前の交差点のところがちょうど、ここで曲がっていくと、ちょうど、いい具合に、西郡公園だから、あれか、歩いたところらへんにどうも出るらしいんで、そっちの方からね、行こうかなと思います。ちょうどね、うん、これ曲がった先のところが滝谷駅のところらへんらしいんですわ。で、今、その滝谷駅の手前のあたりからずっとどうも間違えて逆走して来ちゃってるらしいんで、西郡まで、ただそっからバイパス、でかい道ありますからね、それとか使って、ぼちぼちと、戻って行こうかな、どうしようかなっていう感じですね。まあ、天理にも行けんこともないし、富田林、羽曳のあたりでね、いろいろ見ても良さそうですし、まあ、なんだと勢いがギリギリでしたね、危なかった、ですけど、無事行けそうなんで、そっちの方から行こうと思います。よいしょ。でね、先寄ったところはドラッグストアなんですけど、やはりもう、どこなんだっけ、普通の青木並みに生鮮の比率が高くなってて、デリカまたちょっと買ってきました。こうやったら398円でね、えらいでかいメガムチャーハン、ドカムチャーハンとか売ってたんで、よし、じゃあとりあえず行きましょうかね。ちょうどこの道右折らしいんで、左折か、左折らしいんで、東西南北逆転な頭の中は、ね、飲み屋反対だから、あ、いいな、左折でいいんだ、じゃあそれで行こうと思いますよ。あ、意外と出入りが激しいのね。力出れるかな、出れそうや。よいしょ。どこから、で、よいしょ、これでいいみたい。もうここが何回だ、これあれ前に撮ったライフか。じゃああれか、もしかしてピピが現れるんじゃないですか。こうつながれで、お、出た、滝谷駅。前は確かこのライブ、ライブ手前のところで曲がっていったんですから、ジュースポップコーン2回、あのところに、あ、で、そうだ、このなんか不思議な酸素のがあって、出た、美容ピペあった、あ、すごい、まさかこの道まで通ることになるとは。よし、で行くと確かその言うとったこうでかい公園ですね、確か有料駐車場が有料だったあの公園があって、そのすぐところになんかインターありましたもんね、でっかいインターがあって、あったバイパス入り口、このバイパスだったればあれ、前はここ歩いたもんね。いや、じゃあですか、一回歩いたとかやっぱ強いですからね。で、これは、そう、有料駐車場が、あ、やっぱ人いっぱいいる。うん。やっぱ人気の公園なんですね。よかった、よかった。で、これ右折で入るのかな？